子供たちは私が守る。だから、子供たちを海軍に？はい。あなたたちの無責任で子供たちがどれだけ辛い目に遭ったか、子供たちがどんな思いで過ごしてきたか、それについては謝るしかありません。治療の件もベガパンクに相談して、完全に治療が終わるまで面倒を見ます。そして必ず無事に親元まで送り届けます。だからお願いします、子供たちのことを私に預けてください。海軍との話はついたのか？うん。まあ、いつものように誘拐の罪でもなすりつけられるのが関の山だな。正義の味方に任せる方が。そうね。それに私、女海兵さんの眼差しに弱いんだ。女海兵？うん、海軍に任せちゃった。助けるなんて出しゃばっても、自分たちが海賊じゃ子供たちも迷惑だもんね。